ルドジュースタジアム霊明期のルドジュー、キトリーガデポルティーバウニーベルシタリアは、エクアドルの首都キトに本拠地を置くプロサッカークラブである。エクアドル国内には同盟のクラブが複数あるため、便宜上、ルドジューキト、リーガデ、キトなどと呼ばれる。エクアドルリーグのセリエ A に所属。一般にカーサブランカと呼ばれるエスタディオロドリゴパスデルガドをホームスタジアムとしている。 1918年に、エクアドル中央大学のセミプロチームとして、クルブ・ウニベルシタリオを創設。1930年に公式に、ルドジューとなる。同じく、キトを本拠地とするエスリアウカス、デポルティーボキト、CDL ナショナル、ウニベルシダカトリカや、同国最大の都市、グアヤキルを本拠地とする、バルセロナ SC、CS、エメルクが、ライバルクラブとして挙げられる。 セリエ A では、バルセロナ、エメレク、エルナショナルに次ぐ11回の優勝を果たしている。地域リーグでは9回に3回、プロリーグ時代に6回優勝している。国際大会において、エクアドルで最も成功を収めているクラブであり、エクアドルで初めて、コパリベルタドーレス、コパスダメリカーナ、レコパスダメリカーナを制した。過去に南米サッカー連盟主催3大会を制覇。 したのは4クラブのみで、他の3クラブは、ボカジュニアーズ、CA インデペンディエンテ、SC インテルナシオナルである。2008年には、FIFA クラブワールドカップに出場して、準優勝であった。国際サッカー歴史統計連盟によって、南米最優秀クラブにも選出された。1930年のメンバールドジューの期限は、1918年10月22日に、 セザルハコメ・モスコーソ博士によって創設された、エクアドル中央大学のセミプロスポーツクラブである、クルブ・ウニベル・シタリオまで遡る。ボリバル・レオン博士の統率の下、1930年1月11日に、リーガ・デポルティーバ・ウニベル・シタリアとして公式に、設立された。サッカーチームの創設メンバーは、大学の学生であり、ユニフォーム代、薬代、 その他の経費を自己負担していた。レオン博士が最初のユニフォームのデザインを担当し、白色のシャツの胸部分に赤色と青色でできた逆三角を配し、その逆三角の中に白色の U の文字を刻んだ。U の文字は大学のクラブに機械を持つことに敬意を表している。黎明期の選手にはカルロス・アンドラー・デ・マリン、オスワルド・モスケラ、アルフォンソ・セバーリオス、 アルフォンソ・トロージャ、エルモノ、イカーサなどがいた。当時はまだ全国リーグが存在しなかった。ルドジュー、グラディアドール、ヒムナスティコ、アトレティコ、クレベランドの5クラブが参加した1932年のピチンチャ州アマチュア選手権で初タイトルを獲得。ルドジューはべての試合に勝利し、エスタディオ・エル・エヒドで行われた最終戦ではグラディアドールを4から0で一周した。 この時のチームには、ホルヘサパテル、エドアルドフローレス、エーセバーリオス、セサルゴンサレス、ホルヘバーリアリーノ、ホルヘナランホ、ボリバル、ニャトレオン、アレハンドロ・ダバロス、ウンベルト・ジャニエス、ウンベルト・フレーレ、エルネスト・ゲバラなどが在籍し、ボリバル・レオン博士が監督を務めた。1952年と1953年にも、ピチンチャ州アマチュア選手権で優勝した。 1954年までにピチンチャ州のアマチュアサッカー協会はノンイコールアマチュアサッカー協会に発展し、キトとアンバートのクラブによってプロリーグが組織された。1954年にカンペオナーとプロフェッショナルインテランディーノが初めて開催され、ルイス・バスケス監督の下で初優勝を飾った。翌1955年と1956年には準優勝し、 1958年にはアルゼンチン人のロベルト・オルテガ監督の下で2回目の優勝を飾った。1960年代はインテランディの優勝4回、準優勝3回という成績を収めた。1957年と1960年以降、インテランディノの,の優勝クラブはエクアドル王者を決める大会への出場権を得た。 デドジューは1960年のインテランディーノを制したが、エクアドル王者を決める大会では優勝することができず、1964年の3位が最高位であった。1960年には、ホセゴメスのゲーラ、1961年には、ロマンソと、1966年には、ホセアリアおンポを獲得し、1960年代には、外国人選手が、 チーム内で重要な役割を果たした。1967年には各地の地域リーグが廃止され、全国リーグにとって変わった。ルドジューは1968年にセリー a に加入し、1年後の1969年にはノゲーラ監督の下で初優勝を飾った。当時のチームにはフランシスコ・ベルトッチ、ホルヘ・タピア、アルマンド、ティトラレア、カルロス・リオス、 サンティアゴアレ、エンリケ・ポルティーリャ、ラミロ・トバールなどがいた。リーグ優勝によって、初めてコパリ・ベルタドーレスの出場権を得て、セカンドラウンドに進出するとともに、ベルトッチが大会得点王に輝いた。しかし成功は短期間に終わり、1972年シーズンのセリエ A では8クラブ中7位に終わった。当時は、ピチンチャー州から4クラブのみが、 セリエ A 参戦資格を得ており、ピチンチャ州のクラブとして、セリエ A 再開に終わったアルドジューは、セリエ B で、ピチンチャ州のクラブとして最高位であったウニベルシダ、カトリカとの小降格プレイオフに臨んだが、このプレイオフに敗れて、セリエ B 降格が決定した。2年間をセリエ B で過ごし、1974年シーズンのファーストステージ終了後に、セリエ A 昇格を決めた。 昇格の勢いそのままに、セリエ A でも躍進し、1974年シーズンには CDL ナシオナルを破って2回目のセリエ A 優勝を飾った。1975年シーズンにもリーグ優勝し、セリエ A で初めて2連覇を達成したクラブとなった。1975年と1976年にはコパリベルタドーレスに出場し、両大会とも準決勝に進出。 この時代にはポロカレーラ、オスカルスビア、ホルヘタピア、グスタボタピア、ワルテル・マエッソ、フワン・カルロス・ゴメス、ラミロ・トバール、フワン・ホセ・ペレス、ロベルト・ススマンなどが在籍し、コロンビア人のレオネル・モントーヤ監督が再敗を振るった。1977年にはリーグ戦で準優勝し、1978年にもコパリベルタドーレスに出場した。 降格からの復活を果たしたかに見えたが、1980年代は、クラブにとって惨めな期間となった。1981年には、パウロセサールが、得点王に輝き、リーグ戦でも、準優勝。翌1982年には、コパリベルタドーレスに出場したが、その後は3位以下のシーズンが続いた。1990年代と2000年代は、 国内大会での成功を収めた。1990年シーズンは国内最強と認められていたバルセロナ SC に競り勝って15年ぶりのリーグ優勝を果たし、1998年、1999年シーズンもトロフィーを掲げた。1998年の優勝は新スタジアムであるカーサブランカがオープンしてから初めての優勝であり、CS。 エメレクを相手に7から0という記録的な勝利を上げてシーズンを終えた。2000年は国内リーグでの成績が低迷してセリエ B 降格となった。しかし2001年シーズンにはセリエ B で優勝しわずか1シーズンでセリエ A 復帰を果たすと2年後の2003年には7回目のセリエ A 優勝を飾った。2000年代後半からは 積極的に外国人選手を獲得。2005年にはペルー代表で最多出場記録を保持するロベルト・パラシオスを獲得し、2006年に獲得したパラグアイ代表のエンリケベラは翌年に最優秀外国人選手賞を受賞した。2009年には2002フィーファワールドカップに出場したリカルド・モラレスを獲得した。2005年、2007年、2010年シーズンと セリエ A を制し、リーグ優勝回数が10回に到達した。2008年以降は多くの国際大会に出場した。2008年のコパリベルタドーレスでは決勝でフルミネンセフシーフ C を PK 戦の末に破って初優勝し、FIFA クラブワールドカップの出場権を獲得した。アルゼンチンとブラジル以外のクラブが同大会の出場権を得るのは初めてのことであった。 日本で開催された FIFA フフクラブワールドカップではダミアン・マン・ソラを中心としたサッカーで準決勝で CF パチューカを2-0で破ったが横浜国際総合競技場で行われた決勝ではマンチェスター・ユナイテッドに0から1で敗れた2009年のレコッパスダメリカーナでは2008年にコッパスダメリカーナを制した SC インテルナシオナルと対戦 ポルトアレグレで行われたファーストレグでは、クラウディオ・ビエレールの得点で1から0と勝利を収め、カーサブランカで行われたセカンドレグでは、カルロス・エスピノサ、ビエレール、エンリケベラの得点で3から0と解消した。2年連続で国際タイトルを獲得し、複数の国際タイトルを獲得したエクアドルで、初のクラブとなった。レコパでの優勝から間もなく、2009年のコッパー。 スダメリカーナで3個目の国際タイトルを獲得。クルブリベルタ、CA ラヌース、CA ベレスサルスフィールド、CA リーベルプレートなどに勝利して勝ち上がり、決勝はフルミネンセとの再戦となった。ホームでのファーストレグは5から1で対象したが、マラカナンで行われたアウェーでのセカンドレグには0から3で敗れ、2戦、合計5から4の新勝だった。 このコパスダメリカーナ優勝によって、南米サッカー連盟の主催3大会を制覇した3番目のクラブとなった。1大会目の優勝から3大会目の優勝まで17ヶ月しか、要しておらず、史上最短での3冠達成となった。2010年のレコパスダメリカーナでは、エストリアンテスを相手に、ホームでのファーストレングは、エルナンバルコスの2得点で2から1と勝利し、 セカンドレグではスコアレスドロー。2戦合計で勝利を収め、同大会に連覇を達成した。カーサブランカルドジューは、過去に4つのスタジアムを、ホームスタジアムとして使用している。最初のスタジアムは、エスタディオ・ウニーベル・シタリオ・セサル・アニバル・エスピノーサであり、エクアドル中央大学に所在した。1932年には、キトに本拠地を置く多くのクラブが、 ホームスタジアムとして使用していたエスタディオエルエヒドに移った。1962年、やはり、キトの多くのクラブが使用していたエスタディオオリンピコアタウアルパに移り、1996年までホームスタジアムとして使用。1997年、四方区部,部に自前のエスタディオデルドジューを建設した。カーアサブランカは、収容人数において、キト最大のスタジアムであり、 グアヤ・キルノ・エスタディオ・モノメンタル、ブランコ・ピチンチャに次いでエクアドル第二のスタジアムである。1997年3月6日に公式にオープンし、アトレチコ・ミネイロとの初試合では、ルドジューが3から1で勝利した。カーサ・ブランカの会場以来、ルドジューは多くの国内及び国際タイトルをこのスタジアムで獲得してきたため、 クラブにととっててては南不落のスタジアムとして知られているエクアドルで最も人気があり、成功も収めているバルセロナは、カーサブランカでは、ルド10に勝利できていない。ルド10には、多くのニックネームが存在する。伝統的な白色のユニフォームから、最も一般的には、ロスアルボスと呼ばれる。ロスメレンゲス、ロスアスセナスとも呼ばれる。また、 エクアドル中央大学のサッカーチームに起源を持つことからロスセントラーレスやロス・ニベルシタリオスというニックネームも得ている。2000年代後半にカップ戦の国際大会で成功を収めたことからしばしばレでデコパスとも呼ばれる。稀にではあるがそのプレイスタイルからラ・ボルダドーラとも呼ばれる。最近の調査によるとルドジューは木とおよびシエラ地域において 最もサポーター数が多いクラブである。エクアドル全体では2番目か3番目に人気があるクラブとされており、近年の国内外での成功により、全国的にサポーター数が増加している。ルド10のサポーターは、リギスタスと呼ばれる。最も著名なウルトラスであるラムエルテブランカは、ホームゲームで、カーサブランカの南側メインスタンドに陣取り、巨大な横断幕、フレア。 対抗使用して、熱烈に応援する。2005年に、エスタディオチルガーリョで行われた、スーペルクラシコ最も古くからのルド10のライバルは、キト南部に、本拠地を置く sd アウカスである。両者の対戦は、スーペルクラシコデキト、または、スーペルクラシコカピタリーノと呼ばれる。最初の対戦は1945年であった。しかし近年は、 両者の実力が拮抗しておらず、アウカスが、カイリーグでプレーする機会も増えてきている。アウカスの低迷が長引くにつれて、スーペルクラシコは、当初の重要性を失いつつある。現在では、ルドジューのサポーターは、CDL ナシオナルに対して強いライバル意識を抱いている。両者の対戦はクラシコ規定ョまたはクラシコカピタリーノと呼ばれ。 今日のキトで最も重要な試合であるとみなされている。両者の最初の対戦は1964年で、エルナシオナルがルド10に1から0で勝利を収めた。ルド10と同じくキトに本拠地を置き、大学に起源を持つウニベルシダカトリカとの対戦は、クラシコ・ウニベルシタリオと呼ばれる。最初の対戦は1966年であった。近年は、 バルセロナ SC とのライバル関係が大きくなっている。参幹部の首都キトを本拠地とするルドジューと最大の港湾都市グアヤキルを本拠地とするバルセロナとの間でライバル関係が増長しナショナルダービーを形成しつつある。特に1981年、1990年、2003年、2005年、前期、2018年シーズンは セリエ A において両者による激しい優勝争いが繰り広げられた。歴史的には、ルド獣のエンブレムは、クーリエというフォントによる赤く巨大な U の大文字である。このロゴは1950年から1996年に使用され、1997年に現行のエンブレムが採用された。赤色と青色の逆三角は、し式に由来する。 2000年代後半に国際大会での成功が続いたことにより、獲得した国際タイトル数を表す金色の星をエンブレム上部にあしらっている。ロスアルボスというニックネームが示すように、ルド獣のユニフォームは歴史的に全身が白色であり、左胸にエンブレムが付けられている。現在のセカンドキットは細部に金色を用いた黒色である。かつては細部に オレンジ色を用いた灰色のセカンドキットや、細部に灰色を用いた金色のセカンドキット、細部に金色を用いた赤色のセカンドキット、細部に赤色を用いた黒色のセカンドキットが採用されていた。2008年シーズンはコパスダメリカーナとフィファクラブワールドカップで特別デザインのユニフォームが使用された。ユニフォームサプライヤーはアンブロであり、二千十一年以降は DC カードがメインスポンサーである。コカ・コーラとシボレーもスポンサーを務めている。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ルドジュー在籍時に6人の選手がセリエ A で得点王に、5人の選手がインテランディーノで得点王に輝いている。コパ・リベルタドーレスでは3人、コパ・スダ・メリカーナでは1人、コパ・コンメボルでは1人が、 得点王に輝いている。クラブ最多得点者は68得点のホセビセンテモレーノである。ルド従在籍時にフィーファワールドカップに出場した選手。ありがとうございます。